おう、なんやお前ら。え？ああ、竜の間に行くとこなんすけど。竜の間やったらそこの階段上がったとこやけど、お前ら代行に呼ばれたんか？代行？荒川のおやっさんっすよね。ええ、そうなんすよ。代行が呼んだなら誰か案内のもんをよこすはずや。なんで案内のもんはついとらんのや？いや、どうなんすかね。今日は皆さんお忙しいようですし、俺ら直接入っていいって言われたんですけど。そんなわけあらへん。よそもんが勝手にうろついてええ場所とちゃうで。誰に代行の部屋に入ってええって言われたんや？どこの組のなんちゅうやつや？いや、誰だっけな。怪しいの。おう、もじゃもじゃの。お前、名前は？俺は荒川組のもんです。名乗るほどの名前はありませんけど。余計なこと言わんで、名前を言え。さっさと言え。春日です。春日一番。おい、アドリブしろよ。もう遅え、仕方ねえだろ。なんや、めでたい名前やの。よく言われます。助かったってか。代行がカムロ町で売ったやつや。何しに来たんや。笑え、バレてんじゃんか。今ならこっちの方が人数が多い。やっちまうか。ああ、一気に行くぞ。やる気か、中東や。おもろいやんけ。やっても、うわ、来よう。よし、行くぞ。ジャンの、私が行くぞ。ダフン、私の番です。よし、やっちまえ。見てなさい。なめんなよ。痛い目に合わせますよ。やんのか。ほら、死ね。どうするかね。行くで。俺の番だ。さて、ラグナイダンス、姫さっぱりだ。おい、隠すんだ。よし、これでいい。行こうぜ。クセモノ、出会え出会え。ちゅうとこか。おっと、まずいとこ見られちまったようだ。よう来たの。俺は退屈すぎて危うく死ぬとこやったんや。おかげでやっと出番ちゅうわけや。やるぞ春日。仲間を呼ばれる前にこいつらも片付けねえと。ふん、仲間を呼ぶか。それやったら安心せえ。俺らにはそないな、みっともない真似はできん。そいつはいいね。助かるよ。みんなあんたらみたいだといいんだけどな。この貫禄、幹部クラスかな。なかなか人を見る目あるやないか。おい一番、なんかこいつら普通と違うぞ。わかってる。さすがは近江連合の総本山って感じ。ようやくその実感がありますね。よ、眼帯のノリの良さげなあんた。なんや。昔東条会に固めの狂犬ってのがいたんだけどよ。ふん、
まさかあんたじゃねえよな。さあどうなんかの。もしあんたがそうだとしたら、それがなんで近江の本部にいるんだろうな。聞きたいことがあるんやったら力ずくで聞いてみーや。そないなこと言うて体なまっとるんとちゃうか、真島の兄弟。アホ抜かせ兄弟、何年この日を楽しみにしてきたと思うとんねん。久しぶりの喧嘩や。さっきから体がうずいてしゃあないわ。行くで、マジマゴロカキヤ。
バリーよろしく。即死と副上司のみはサービススタートで、ウィキーダイダリーデフィニッシュレまたのご利用お待ちしてます。さあほら来いよ、やめるな。おっしゃ、行くぞ。
そろそろいいか。しゃあない。チッ、眼帯の男だけでも厄介なのに、あのおっかなそうなのも来やがって。おい、みんな二人で何してくるかわからねえ。ヤバかったら無理せず回復とか防御だぞ。私の番です。こいつでどうだ。かかってきなさい。よし、やってみろ。とっておき、ほら来いよ。なめんな。こいつに決めた。デリバリーよろしく。さてエンジン全開でいくぜ。よろしく。
これで元通りです。さーっと、よろしく。ああ、
ましたな。ミルクかな、お餅かな、ご機嫌悪いのかな。すずめちゃん、一緒に遊ばないのかな。どうしたの、お腹空いちゃってるかな。
誰が舐めないでくれる。私が相手で。絶対負けない。こいつに決めた。デリバリーよろしく。
ちゃった？成長を感じます。いやいや、思ったより楽しませてくれるやないか。こっちも楽しませてもらってるよ。化け物だぞこいつら。ただのネズミとはちゃうな。もうお互い遠慮はいらんちゅうわけや。今まで何か遠慮してくれてたっての？みんな聞いてたな。こっちもそろそろ本気出していくぞ。そこまでだ。喧嘩の続きは明日まで取っといてくれねえか、イジ。おい、もしかしてあいつが。ああ、荒川だ。おやさん、イチ、こちらは東城会六代目堂島会長だ。東城会の六代目。六代目、あいつがうちにいた男で一番です。東城会荒川組、春日一番。堂島大吾だ。そちらは真島五郎、そして西島大河。なんや、やっぱり味方やったんか。大きにな、六代目。おかげでこの喧嘩不完全燃焼や。だから本番は明日だって言ったでしょう、真島のおじき。もう少し人の話を聞いていただかないと。おい、どうした？二人ともまたやるつもりなのか。手出しはさせねえぞ、荒川。大丈夫だ。俺も一応打ったら死ねえよ。どうだかな。だったら俺らに信じさせてくれ。ああ、言葉を尽くさせてもらう。みんな入ってくれ、竜の間に。続きは今度やな、春日一番。座ってくれ、イチ。よかったらそちらの皆さんも。それじゃ失礼します。会長はじめ真島も西島もこちらのお三方は長いこと姿を隠していた。2年前のカムロ町産経作戦以来ずっとな。今この部屋にいることを知ってるのも俺とお前たちだけだ。カムロ町の産経作戦って若が始めた浄化作戦でしたよね。ああ、お前も知ってるだろうが、あれが成功した陰には東城会の内部情報があった。知事になった正人にこの情報を漏らしていたって噂は聞いてるだろう。情報を漏らしていたのは
この俺だ。六代目が何も言わねえとこ見ると何か裏があるんですよね。あるんでしょ六代目。おい、イジ。いいんだ、俺からきちんと話す。荒川の親分は東城会を裏切ったわけじゃない。東城会の内部情報を漏らしたのは俺の了解を取った上でだった。俺が頼んで荒川さんには欲深い非情な裏切り者を演じてもらったんだ。そしてそれが結果的にお前を銃で撃たせることにもなってしまった。荒川の親分を責めるんじゃない。説明はそれで終わりじゃないですよね。そこまで言ってくれたってことは全部話してもらえると思っていいんですね、六代目。ここまで押しかけてこられちゃもう逃げられないからな。いいですよね、荒川さん。来た甲斐があったな、一番よ。事の始まりは雅人が青木亮として都知事にまでなった時だった。あいつはカムロ町産経作戦で東城会を潰すための内部情報を荒川組によこすように言ってきた。もし断れば暴対法をどうにでも使って組が潰れるまで何度でも俺を逮捕させると脅しをかけてな。若が親さんにそんなことを。ああ、そして俺が困っていたところに沢城が提案してきた。雅人の要求を飲むことで荒川組の存続に目こぼししてもらう取引をすべきとな。雅人に従えば組を追い込むような真似まではしないはずだと。沢城は雅人を俺よりも甘やかしちまうところがある。だが俺は即断しなかった。いや、できなかった。筋の通った話じゃねえからな。だから雅人から頼まれた話をありのまま六代目のお耳に入れることにした。もし俺が雅人の頼みを断ったとして、雅人はおそらく他の組に同じ脅しをかける。そしていずれは東城会の他の誰かが組織を裏切るはずだ。そいつを見過ごす気にはなれなかった。それにこちらの会長は雅人とは世代も近い。若い人間の考えることは若い人間に相談するのが正しいんじゃねえかって考えたんだ。実の親子の縁ってのは抜きにしてな。六代目もじじい殺しやぬ。そのじじいの中にはお前も入っとるで、兄弟。もし東城会の情報を引き渡さなければ荒川さんは何らかの難癖をつけられて逮捕されてたろう。暴対法は解釈の仕方次第でヤクザをどうにでもできる法律だ。結局政治家や警察の一部官僚が都合のいいように暴対法を使って極道を好きに動かせるのが現状なら、今の極道のあり方には何の価値もない。いずれ大門を掲げることはむしろ連中の奴隷であることの証ってことになる。東城会の大門が奴隷の証？言い過ぎたか。だが今の流れが行き着く先はそこだ。そして実際にそうやって刑務所に送られていた男がいたな。警察の嫌がらせに逆らった下っ端組員の使用者責任を問われて刑務所に行った男、それが近江連合若頭渡瀬勝。日本最大の極道組織を動かす事実上のトップだよ。明日出所し次第この近江連合本部へやってくる。その時を迎えるために今まで俺たちは姿を消してきた。渡瀬の出所を待ってたって、何をする気なんですか、あんたらは。まさか渡瀬っての襲うとでも言うのか。そんなことをして何になる。はい、確かに。じゃあ何を。日本の二大極道組織近江連合と東城会を解散させる。その届けを出すと
渡瀬に宣言してもらう。はあ？解散宣言？近江と登場会だ。渡瀬も俺と同じ考えを持っている。無所の中で心変わりさえしてなければな。解散って、そんな真似されたら現役の極道が黙ってねえんじゃん。ああ、明日はここで何が起きるか誰にもはっきりした予想は立ちゃしねえ。だから一人でも多くの味方がいるんだよ。それも絶対に信用できる味方がな。ミスがそう言ってなかったか、一番。あ、なるほど、昨夜はそれでおやっさんと話ができたってわけですか。ったくもう、俺が手回すの待ってくれりゃスムーズにいったのに。俺の性格は知ってんだろう。待たせたおめえが悪いんだよ。真島さんや西島さんとやり合っちまうなんて、話聞いた時はもう生きた心地がしませんでしたよ。俺他に失礼はなかったでしょうね。うるせえな、余計なお世話だ。おめえには関係ねえだろ。まあとにかく今日はこれから渡瀬の頭が出所して本部に来ます。おやっさんも登場会のあの人たちもこの日のために長いこと耐え忍んできました。あとはもう手はず通りに動くだけなんで。手はず通りにか。これからやることがおやっさんの信じる正解だって言うんなら俺もそいつについてくさ。兄貴、今日これから起きることにおやっさんも命がけでやってきたんです。そして俺たちには今一人でも多くの味方が必要です。兄貴、本当に力を貸してもらえますか。まだそんなこと言ってんのか。もう俺の腹は決まってる。偉人町の仲間たちもやる気満々だ。どうせここまで来たんだらしっかり祭りに参加するってな。そこまで乗り気で言ったわけじゃねえけど、一番が言うなら俺らも付き合うだけさ。じゃあ準備ができたらタクシーで本部にお越しください。俺が出迎えしますんで中にはすんなり入れます。それじゃあまた後ほど。おい、